渡辺幸男は、日本の政治家。元秋田県小賀市長元秋田県議会議員。秋田県小賀市出身。秋田県立秋田高等学校、慶応義塾大学小学部卒業。1995年、秋田県議会議員選挙で、初当選し、県議を一期務める。1999年の選挙で、当時の旧小賀市選挙区での定数減により、 加藤義康との現職同士の選挙戦に敗れて落選。その後、公安に役会社長、船川港公安振興会長などを歴任した。2009年4月3日付で、小賀子初代市長の佐藤一世が、任期満了直前で当時現職県議だった加藤義康が市長選出馬を理由に辞職したことに、伴って行われる県議補選出馬のため失職。 これに伴って、当初の人気満了の予定日と同日ほどである4月12日に行われた市長選に出馬し、全国畜産農業共同組合連合会の後の代表理事会長で、前日のように県議を辞職して出馬した加藤義康、前市議の高野広志らを破り初当選した。投票率は81.52%だった。2013年、無投票で再選。 ありがとうございます。